入沢久氏は、日本の都市計画及び、都市防災研究者。建設省建築研究所、第一研究部長などを経て、横浜国立大学工学部教授、日本都市計画学会会長、財団法人都市防災研究所理事長を歴任した。1943年に、東京帝国大学工学部建築学科を卒業。卒業論文は、 武藤清の指導による対談商番に関する研究で、卒業後は1941年に設立された内務省防空研究所に勤務した。この組織は1945年8月に内務省国土局分室に改祖された後、1946年4月に大倉省官房英然科建築研究室、陸軍技術研究所等とともに、 新設の戦災復興院総裁官房技術研究所に統合された。技術研究所では防火研究に従事していたが、技術研究所内に東大の同級生で陸軍に席を置いていた、ひかさただしらが組織した都市計画研究家に志願して移籍し、都市計画の研究に従事していく。大都市区域における住宅団地の立地と開発形態とに関する、 研究で学位を取得した。早川和夫によると、入沢建築研究所時代にも行政筋に近い人物であったが、公正で、見識と先見性のある人物であったという。著書に、建築学体系。第27集団住宅、建築学体系編集委員、小国社、1955年、現代都市政策セブン都市の建設などがある。ありがとうございます。